はい、皆さんこんにちは、こんばんは。小さな巨人剣国7選手ゆきやです。さて、まず1週間ぐらいちょっと動画投稿してなくて本当に申し訳ありません。今もちょっとまだ治ってないんですけど、ちょっと熱が上がったり下がったりとか、ちょっと今鼻声なのもちょっとその風邪の影響でちょっとまだ声が出しにくかったりするんですけど、ちょっと今日緊急で撮らなきゃいけない事情が生まれたので、まあ、今日からちゃんとね毎日投稿させてまでいただくのでよろしくお願いしたいと思います。応援ぜひお願いします。ということで本日は11月26日にあったチームエイト君もエイトで中尾じゃないか公演の毛木かすみ生誕で発表された毛木かすみちゃんの卒業発表についてお話ししたいと思います。かすちゃんとはもう2年ぐらいかな、2年以上なのかなの付き合いで、もう長い付き合いですけど、まあ、ちょうどねその前日の秋田ツアーに自分も行ってまして、まあ、夜公演入ってたんですけど、でお見送りでカスちゃんともちょっと顔合わせて、まあ、風邪気味とは言ってたものとりあえず大丈夫そうかなって思ってて、でまあその前の755で生誕祭絶対来てほしいみたいなのがあったんですけど、その秋田ツアーの関係でちょっとどうしても行けなくて、カスちゃんには申し訳ないなってすごい思ってた部分があって、やっぱそれで卒業発表で、まあそこも深く思う部分もあったし、俺多分初めて推しが卒業発表したんですよ、チームエイトの中で。まあ、特にそれで、しかも本当に仲がいいカスちゃんだったっていうこともあって、俺多分ね人生で初かもしれない、新幹線の中で泣いたんですよ。知り合いの人がモニカン行ってて、カスちゃん卒業発表って教えてくれて、まあ、その後ツイッターダーって見て、カスちゃんの卒業発表を知って、やっぱ深い部分まで一緒にいて、カスちゃんってちょっと変わった子だし、前にもお話ししたかもしれないんですけど、初めてカスちゃんの霊行った時、まだ自分が名札つけて行ってたような頃で認知してもらいたくて、でそんな時にカスちゃんが名前見て、ゆきやさんって言うんですか、ゆっきーって呼んでいいですかって言ってくれて、それでカスちゃんが初めてゆっきーって呼んでくれて、でそっからずっとカスちゃんがゆっきーゆっきーって言ってくれてて、サイン書く時でも名前呼ぶ時でもずっとゆっきーはさーとか、ゆっきーありがとうとかいっぱい書いてくれて、でちょっと前のワンショット動画があった時に、もうユッキーじゃなくて新しいあだ名考えるねって言って、今新しくユウくんユウくんって呼んでくれてて、でこの前すごい久しぶりに動画に上げた献血セミナーのやつのイベントで久々にカスちゃんに会って体調悪いでしょっていう話はしたんだけど、それでも頑張って仕事してるし、学校の方もなんかドレスできたとか言ってたし、まあ、学校と両立大変そうだなとは思ってたけど、どうにかなるかなって思ってたんですけど、やっぱモデルっていう夢のに向かっていく中で、やっぱし、まあ、アイドルっていうそのくくりの中がちょっと厳しいのかなっていうのはすごい感じました。なんかやっぱ AKB なおかつチームエイトっていうこの母体の中でモデルをやりたいっていう気持ち、すごい大事な気持ちだし、すごい嬉しいことだし、これからも同じ世界で頑張っててくれるんだなっていうのは嬉しいんですけど、なんかやっぱ会えなくなるんだなって思うと、いつまでっていうのは分からなくてもやっぱ辛いし、なんかなんだろうな、カスちゃんといた時間って本当にすごい密度もあったし、バカみたいにふざけたりとか、二人とも頭足らねえからよくわかんないことで口喧嘩したり、本当にいろんなことしてきたけど、やっぱでもそういうことももうできなくなるんだなとか思うと、卒業までの短い時間が本当に怖くて怖くてしょうがなくて、今まで本当に推しはいっぱい卒業
してきたし経験もしてきたんですけど、エイトは特に本当に接触することが多かった子たちばっかだから、どうしてもやっぱそこに関しては何だろう、思い入れがすごい強くて、まあ、エイトと本当に一緒にいることが長かったからこそこの動画もエイトのために作ったようなもんだし、自分のためだけじゃなくてエイトのこともあったから作ったし、本当いつかこれはエイトメンバーが見てくれた時に、ああこういう人がいたんだなと思ってもらいたかったし、こうやってカスちゃんが今回卒業発表しちゃってすごい頑張ってほしいなって思う気持ちはどんなに強くても、やっぱほんと素直にやめてほしくないなって、今一番チームエイトじゃんって、今チームエイトだからこそできることをもっとしてほしくて、俺はきっと一人になったらもっと辛いし、もっといろんな壁にぶつかるだろうし、俺なんかみたいにこうやって動画配信者としていろんなことをしてても辛いこともあるのに、もっときっと辛いだろうし、本人はマリアがちょっと言ってた悩んで考えて言ったことだから、もう今日応援したいって言った時もやっぱ本当は卒業って辛いことじゃないんだよってみんな言うけど、やっぱ辛いし、言われる側ってやっぱ酷なんですよ卒業って。別にそれがね一生会えなくなるとかじゃないのに、また違う場面でも絶対会えるって信じてても怖いし、なんか今までの何かがなくなっちゃうんじゃないのかなとか、今まで卒業してたメンバーをいっぱい見てきて、芸能界に残ってる子もいれば本当に完全にいなくなった子もいて、そんな中でエイトから出てって有名になってほしいけど今じゃないし、俺はどうしても、まあちょっと卒業までまだ時間があるんで、こっから何が起きるか分かんないですけど、ちょっと何話してんのか自分でも分かんないであれだったんですけど、とりあえずちょっとカスちゃんの卒業発表があったんで、とりあえずまずこれを先に動画にしたかったんで動画を撮らせてもらいました。ちょっとね内容がぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、ぜひぜひちょっと最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。でですね、まあ、今日からちょっと動画を復活させるんで、ちょっとこの後見に行った、まあ、おしちゃんが出てた赤毛音楽劇の赤毛のアンとか、あと我が輩はタヌキであるイメージプレイ版と、あとコロスミュージック版、その2つ七瀬と行伝が出てたやつも見に行ってるんで、それの話、あと今最初に話した秋田ツアーの話、まあ、秋田も観光してきたその時の動画とかもあるしちょっと秋田夜公演入ったって最初言ったんですけど、それでちょっと、まあ、皆さんもツイッターとかで見て知ってると思うんですけど、聖のお話とかメンバーの支え合ったそういったお話とか、ちょっと今週でできるだけある程度もうで全部出していければなと思うんで、今週と来週とでちょっとそういった部分の今週ねあったお話なんで、ほぼ全部ギュッとまとめて、今週じゃないな先週かにあったお話なんで、秋田ツアーのあった週のお話を全部ちょっとグッと敷き詰めてお話しさせていただくので、ちょっとこっからの配信結構報告動画みたいなのが増えちゃうかもしれないんですけど、ちょっと楽しみにしててください。というわけで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。すいません、ちょっとこんな中で終わらせるのはあれなんですけど、これからもまだねカスちゃんと入れる時間を大切にどうにかこうにか頑張っていこうと思っているので、皆さんもね大事な人には会いたい時には会いに行く、この大西の言葉を忘れないようにしたいと思います。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャ。